なんか自由な校風とか変人っぽいところとか憧れる。兄弟生きてー。さて過去問でも見てみるか。なんじゃこの問題。まあ勉強そんなにこれまでしてこなかったしな、ちょっと勉強すればできるようになるんじゃないの。3ヶ月後。さーってこれだけ勉強したらそろそろできるんじゃね。やっぱできねえわ。そういえば篠原って兄弟恩師全国1位取ってて生徒も兄弟受かってんの、あれこいつすごくね。過去問研究してようやく分かった。兄弟マジでやばい。ぶっちゃけ兄弟対策むちゃくちゃ苦労したけど、問題としては楽しい問題が多かったな。